パート2です。今回は田中一平先生と大日本帝国憲法の成立というタイトルでお話ししています。パート1では大日本帝国憲法ができるまでの明治時代の過程を語っていただきました。いよいよ伊藤が欧州に向かい、そこで大日本帝国憲法を作っていく、その作業、ここについてお話をいただきます。田中先生、よろしくお願いします。はい、お願いします。まず伊藤は欧州でどんなふうな勉強したんでしょうか。2人の件、まあ、あの結構あの伊藤博文だけが留学したわけではなくて、伊藤博文について、あの複数名ですね、例えば西園寺金持ちって、まあ、後の元老も、うんうん、この時に西園寺はもともと留学してたのかな。で、あとは伊藤美代寺であるとか、まあ、あのそういったメンバーなんかが憲法の調査に行ってます。で、基本的にですね、大事なのはウィーン大学のシュタインっていう、まあ、憲法学者というよりは正確に言うとあの行政学者なんですけど、まあ、その人に学んで、まあ、帰ってくるっていうのがまず大事になります。へえ、はい。で、あの伊藤美代寺っていうのは後にあの伊藤博文と一緒に、あと、はい、あの唐沢八景のなんか、あ、そうですね、あそこにこもって夏島ですね。そうそうそう、で、作った人ですよね、確か。そうですね、はい、うん、あの基本的にこの時にやっぱり留学したメンバーというのが、あの基本的にはその後の憲法草案っていうのを作っていきます。うん、あの井上小橋は留学してないんですが、はい、井上小橋も当然あの彼はあの有能な人物ですので、あの憲法制定にも関わってます。はい。うんうんうん、で、あのよくなんか教科書なんかではこの時に伊藤がね、その、はい、ドイツというか新しくドイツになった、はい、あのビスマルクに出会って、ね、そうそうそう、はい、ビスマルクに出会って、はい、あのなんかこういろいろこう薫陶を受けたみたいな話は出ててけれど、はい、その最終的にはそのビスマルクの案というよりは、つまりプロイセンの案というよりはむしろオーストリーのシュタイン先生に、はい、あの本当の君主をいただく立憲君主制のモデルみたいなものを、学んだんだみたいな感じで出てくるんですよ、はい、教科書には。だいたいその理解でよろしいんでしょうか。はい、まあ、そうですね。っていうか基本的にはあの、うん、ドイツではですね、なんかあんまりベルリン大学のグナイストっていう学者に学んでるんですけど、はい、なんかやっぱ分かんなかったみたいです。あの伊藤博文ってあの長州ファイブの一人なんで、うん、英語は ある程度読み書きできる、聞くこともできるんですけど、うん、なんかそのグナイストが基本的にそのドイツ語で講義してたんで、なんかもうあんまりよく分からなかったっていうのが実感みたい でしかもですね、まあ、これも東大の入試問題で一回ある結構有名な伝説的な問題なんですけど、いや君たち憲法制定なんか無理だよみたいな、そういう言い方されてるんですね。というのは、うん、まあ、今彼の話が出たんで少しあれをしますが、その鉄血宰相ビスマルクですね、彼もかなり苦労してるんですよ。うん、というのはその議会を作ってしまったために、そのビスマルクの例えば内閣が作る予算に対して、政府の作る予算に対してやっぱりかなり激しく抵抗するわけですよね、うん、抵抗勢力が出てきたわけね、うん、でしかもそれが議会でやっぱり実権握ってるんで、うんうん、まあ、かなり苦労してるんですよね、うん、ってなった時に、いやいや、うちですらこんなに苦労してるのに、そんなね、君たちがまさかね、議会なんか作って予算なんか通るわけないよ、うん、やめといた方がいいよみたいな、もうなんかそういう感じなんですよ、もともと。なんかもう、君たちが無理だよみたいな、うん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 。で、それも実は根拠があってですね、1876年にトルコで、オスマントルコ憲法っていうのが制定されていて、うん、で、その翌年にトルコで議会が召集されてるんですよ。うん、ところが、これ、全く機能しないんですよ。ミトハト憲法っていうのがこれだっけ？そうです、ミトハト憲法です。はい、そうです。で、全くもう、機能しなかったんで、うんうん、ほら見ろみたいな。うんうん、もう文明国とか一等国って言い方があるんですけど、まあ、それじゃないと無理だよみたいな。う
お前たちまあ、なんですか、そのヨーロッパ的な見方で言えば、お前らみたいな黄色人種には無理だよみたいな、うんうん、でもうそういうところからスタートしてるんですよね、うん、でその後ウィーン大学の、まあ、ロレンツ・フォンシュタインですね、行政学者なんですけど、非常にあの彼まず熱心に教えてくれたんですよ、うんうん、あのなんて言うんでしょう、そのよアジアの人だからとかじゃなくて、あのまずそこはすごい僕はやっぱりシュタインっていうのは僕はそういう意味では尊敬します、あの、うん、そういうことはね。でもそれからですね、講義がやっぱり英語で行われて、伊藤としても非常に理解しやすかったっていうのがあってですね、うん、まあ、これあの余計な話なんですけど、伊藤がまあ帰国した後に伊藤博之が日本でお前たちはシュタイン先生のところに行って勉強した方がいいぞみたいなことをですね、まあ、いろんな人に言っていて、あの山形有朋をシュタイン先生のもとで勉強してるんですよ、うん、実は。あのだからあのシュタインモーデっていう言葉がまあこの時代結構有名なことだったんですけど、うんうんうん、あのこのロレンツ・フォン・シュタインっていう人間 の、 あの存在っていうのは非常に大きいですね、あの憲法制定において、はい、で、シュタインから伊藤が学んだことは2つですね、はい、1つは憲法っていうのは当然欧米ですよね、でできたものなんで、まあ、当然欧米の文化っていうのを取り入れるってことになるんですね、まあ、もちろん成文法でいうとアメリカ合衆国憲法ってことになるんですけど、まあ、元はやっぱりヨーロッパの思想から来てる部分がありますんで、ただしその憲法を作る際に欧米の模倣ではいかんよと、あの模倣っていうのは簡単に言うとどういうことかっていうと、そのなんかとりあえず議会作って、で予算審議権与えて、まあ立法権与えればそれでいいんでしょうみたいな、例えばそういうような安易な考え方で憲法を作ってしまうと苦労するよと、うん、だから例えば日本っていう国の文化とか伝統っていうものをきちんとある程度踏まえながら作っていってくださいね、うん、っていうことをまず一つ言ってます。でこれはまあ、こんな抽象的なことはもちろんシュタインは言ってなくてですね、天皇どうすんのってことなんです、うんうん、というのは、うん、前近代の日本において天皇って法律を超越した存在なんです、うんうんうん、あの唯一天皇が法律で縛られたのが江戸幕府の禁中並びに公家諸法度だけなんです、うんうんうん、あの律令、例えば大宝律令とか養老律令、まあ、律令っていうのがあるんですけど、天皇の規定はないんですよ。うーん、というのは律令ってあの基本的にはその何て言うんでしょうね、人民を縛るものなんで、それから統治の方法を述べたものなんで天皇関係ないんですよ、うん、でただそれはこれ近代立憲主義っていう考え方ですけどね、基本的にその立憲主義っていうのは憲法に権力者が何ができるかっていうのを書くことによって権力者のまあ行為を縛る、まあ、つまりそれは権力の暴走を防ぐってことなんですけど、天皇を何とかして憲法の条文の中に書かなきゃいけないんですよ。ところが今まで君たちそれ書いたことないよね、うん、だからよく考えてかあの作らないとダメだよっていうことをシュタインはまず言ってます。ということは、このシュタイン先生も、やっぱり日本という国が、まあ、天皇というのを、まあ、ずっと長い間、はい、まあ、こう、崇拝してきた、そういう民族だっていうのは、まあ、分かってらして。まあ、多分認識としてあったんだと思います。うん、で、はい、そういう、まあ、伝統だか文化だかに乗っとった場合、はい、その、共和制みたいな憲法を、そのままボンと持ってきたって、はい、多分、うまいこといかんだろうっていう。そうですね。うんうん、はい。で、シュタイン先生がもう一つ言ったのがですね、うん、議会に、予算審議権と立法権っていうのは絶対に付与しなきゃいけないよ、うん、あのこれはその一つ目と関わるんですけど、欧米の模倣ではなく文化とか伝統に基づいて作成するとは言ってもそこは肝だよって、うん、で伊藤もそれはまあやっぱりかみたいな感じなんですよ。でそうこれだと解決にならないんですよ、うん、そう伊藤博文もそのことはなんとなく認識しながらヨーロッパ行ってますから、うんうん、まあ、シュタインに改めてそれを言われたっていうことなんですね、うん、でそこで伊藤博、まあ、シュタインから伊藤博文が学んだこと3つ目が行政府の権限を強化するっていう、うん、
内閣ってことね。内閣の権限をやっぱり強くして、うんうん、で、まあ、ちょっとこれがもう大日本帝国憲法の核心になるんですけど、まずそうするともう二院制なんですよ、うん、衆議院だけだと衆議院は民権派が多数を占めることがもう想定されるんで、伊藤たちが例えば伊藤博文内閣の予算に反対とかってなってくるともう伊藤たちきつくなるんで、うん、貴族院ですよね、というか、まあ、いわゆるイギリスでいう上院にあたるものですよね。それを、まあ、作ることになると、うん、でそうすると、まあ、いわゆる家族令ってやつですよね。じゃあ貴族院議員に誰がなるんですかっていうことで、まあ、そもそもまず伊藤博文たちも貴族院議員っていうような形でパブリックな立場を与えなければいけないので、うん、今までの家族っていうのは基本的に諸大名ですね、江戸時代の大名と公家の上位、うん、例えば岩倉具視であるとか三条実美とかっていう、まあ、メンバーであるとか、うん、あと御設計のメンバーですね、うん、これが中心だったのに対して、伊藤博文たち維新の功労者ですね、元勲ってやつ、これに、うん、後の元勲と呼ばれるメンバーに伯爵とか爵位を与えて家族化します、うん、ちなみに大隈重信も板垣退助も維新の元勲ですので功労者ですから、彼らもここで爵位をもらいます、うん、ということは板垣退助や大隈重信は衆議院議員にはなりません、うん、これはまあ、板垣なんか衆議院議員って感じがするけどね。彼は貴族院議員、うん、ってか、まあ、板垣は正確に言うと議員にはなってないんです。なってないんか、うん、なってないです。彼はまあ、だからそこも難しいんですよね、結局。なんていうんですか、その爵位をもらったから貴族院議員になると、じゃあ民権派のトップがなんだよ貴族院議員じゃねえかみたいな批判もされるんで、板垣退助は基本的に貴族院議員にはなってないんですけど、うん、まあまあ、そこら辺はちょっと細かい話ですねっていうところはありますけど。で、シュタインさんから立法権および予算審議権はやっぱり憲法を作る限りは必要だよと。そうです。けれどその立憲君主制、特に天皇を、きっちり憲法の中に書いていかなきゃいけないし、はい、その下での立法権であり予算審議権なわけだから、一定程度内閣が強大でなきゃいけないということで、貴族院もそこに付け加えた方がいいよっていう、そういうなんかサジェスチョンもらったって感じでしょうか、伊藤たちは。そうですね。で、もう一つ、これはまあ多分伊藤が考えたのかなと思ってるんですけど、うん、けどそれでも対立するんですよ、やっぱ衆議院で予算を通す通さないで、うんうん、まあ、当然民権派と伊藤たち反発政府が対立するときに、明治天皇はここで明治天皇が出てくるんです。公平な立場からそれを仲裁するんだ、うん、だから明治天皇はいわゆるその衆議院と内閣の対立を仲裁するために強力な権限を与えなきゃいけない、うん、っていうのがまず帝国憲法の一つ核心です、うん、でそうなると天皇を憲法の中に書いていかなきゃいけないって時に強い権限を与えるという書き方になるんです、うん、事実、まあ、これは、もう東大はお辞めになりましたけどね、御厨隆っていう、まあ、非常に有名なもう政治史の大家、うん、NHK 出てたね、よく御厨さん、東大の先生、うん、まあ、なんていうんですか、まあ、ちょっと失礼な言い方になるかもしれませんけど、正当な東大の先生ですよね、うん、学者として研究もするけれど、実際のやっぱり、まあ、当然やっぱね、学問っていうのはその実際に役に立たなければ意味がないですから、それをもう本当に実践された、うん、まあ、僕も尊敬している先生の一人ですけど、御厨隆先生がですね、明治天皇っていうのは、まあ、この後憲法の話をします、大日本帝国憲法の革新の話を順番にしていきますが、その仲裁をする、公平な立場から
例えば仲裁をする、それは例えば民権派と伊藤たちが対立したときに、まあ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 と、例えば自分たちも宮廷費を削減するから、あの民権派は軍拡の予算に賛成してくれと。で、一方で伊藤たちには、海軍とかなんかちょっと組織が曖昧なままで、まだなんか海軍省と海軍軍令部もはっきり分かれてないから、そこの改革をしろとか、例えばそういうような形で、これが有名なあの嫌韓省直ってやつですよね、うん。で、それによって、結局、伊藤博文丸井内閣が出した軍拡の予算案は成立するんですよ。うん、それから、あの伊藤博文と山形有朋とか仲悪いんですよ、やっぱり、うんうんうん、喧嘩するんですよ、すぐやっぱりその、うんうん、でそういう時に、まあどちらかっていうと伊藤博文寄りではあるんですけど、うんうんうん、まあ、あのこれは明治天皇の、まあね、信頼感の問題なんですけど、やっぱ仲裁するんですよ、山形有朋が政府を離れて、例えばもうなんかもう俺なんかやってられるかみたいな感じにならないようにとか、あと黒田清隆っていうこのね、もまあ本当失礼な言い方ですけども、酒飲んだら何するか分かんないんですよ、うん、本当に。でその、うん、あの酔っ払って奥さんの首絞めて殺したっていう噂が出るぐらい、そのそこに問題があるんですよ、うんうん、一回あの政治的に対立した井上薫を、井上いるか殺してやるとかってピストル持ってあの自宅に酔っ払って乱入したっていう、そういう話もあるぐらいなんですけど、うんうん、でその黒田やっぱり薩摩派のトップなんで、なんていうんですか、その黒田がやっぱりへそ曲げちゃうと政府としてはやっぱ困るんですよ、うんうん、って時に明治政府が、まあ、あの明治天皇がまあまあまあって言って、これからも世のことを助けてくれよみたいな言い方でちゃんと引き止めたりして、うん、明治天皇っていうのがそういう明治憲法体制と呼ばれるその大日本帝国憲法が できた後の枠組みの中で、その公平な立場で人々の対立を和らげるっていう、そういう役割を伊藤はまず期待してる。公平な仲裁者。そうです、うん、で、そうなると、まあ、これはもう受験生の中にはピンときた人がいると思うんですけど、内閣に肩入れもしちゃいけないし、議会にも肩入れしちゃいけないんですよ。なんでかというと公平な立場なんで、天皇はね、うん、はい、でそうすると、うん、あの内閣制度ができた時の宮中府中の別っていう、天皇の側近である内大臣が、例えば内閣総理大臣はやっちゃいけないとかっていうのは、天皇っていうのは公平な立場で仲裁をするそういう人間だから、その側近が例えばまずいですよね、内閣の大臣とか言ってたら、うん、なんだ天皇は内閣に近いのかとかなって、それ仲裁に意味がなくなってしまうんですよ、うん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 、だから基本的に明治天皇っていうのはこう絶大な権限は与えられてるんだけど、その絶大な権限を単独で行使することは絶対ないんです、うん、例えば戦争をやろうとか、そういうことを明治天皇の側から言うことは絶対ないんですよ。これがこっちの側面が強調されるとイギリス流の憲法になるんです、うん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 、君臨すれども統治せずっていうような側面になるんです。自分からは言わないと。そうです、そうです、うん、ところが憲法の条文にはやっぱり明治憲法って、まあ、これはあの前回日本国憲法の時のお話でさせていただいた万世一系の天皇これを統治すっていうような形で、天皇がなんで日本を支配するのかっていうことは万世一系ってところから権威付けして説明させてるわけですよ。まあ、だからその公平な仲裁者であるっていうのの一つバックボーンがその万世一系の天皇なんだ。でこれはまああのこの当時の時代背景を考えたらもう当然なんですよね。まあ、天皇にそういうふうに言われたらみんな分かりましたっていうような形で、やっぱり ある程度納得するそういう時代ですから、まあ、これはもう全然現代とは全く違うんで、まあ、そこら辺はねやっぱりその当時の時代がどういう時代だったかっていうことを抑えなきゃいけないんですけど、けど憲法の条文には君主の権限は強いんですよ。そういうふうに書かれてるんです、実際には。そうするとそこに着目したらドイツ型になる。ドイツ型っていうね。そうです、うんうん、で簡単に言うと、まあ、その前回の動画の話もあります、日本国憲法の動画の話もありますんで、まあ、お話をすると1920年代ぐらいまではどちらかっていうとそのイギリス流の政治っていうのがメインだった。
ってことになります。だって、明治天皇は日清戦争も日露戦争も反対してますから、うんうんうん、けど例えばその内閣それから陸軍海軍がいやもう陛下戦争という選択になるかと思います言ったら明治天皇は嫌だ嫌だと言いながらも戦争をやろうというだから基本的に明治憲法体制って本当はそういう体制なんですよ。で、まあ、まず分かっておいてほしいところの一つ目はそこです。まあ、多分これで伝わったんじゃないかと思うんですけれども、基本的にはその明治憲法体制において一番重要なことは、天皇っていうのは、やっぱり公平、まあ、実際にじゃあ本当にそれが公平だったのかっていうのは、昭和天皇のあたりになるとかなり疑問符がつくんですけど、少なくとも天皇というのは、政治的な権威で、例えばその権威によって、何か問題が生じたときは最終的な処理を行う。なので、明治天皇が何もしないわけではないんです。よく大日本帝国憲法を、なんかその、天皇は何もしないんだみたいな説明する人がいるんですけど、それは間違ってます。何かあれば最後天皇が最終的な処理をするっていうのが、まあ基本的な、やっぱり、スタイルなんで。大日本帝国憲法ってだからその意味ではすごい難しいんですよ。やっぱりその条文と実態が乖離してるっていう、まあこれ久能サムっていう評論家の天皇制の密教と謙虚っていうまあ有名な論文があるんですけど、まあ多分先生もご存知だと思うんですけど、でそのじゃあ条文と実態が違うって言った時のその実態っていうのが結構難しいんですよ。何もしないわけではないんです。だからうまくバランス取れたとは言えるよね。じゃあその明治天皇の頃までは、はい、うまくやりになって、そうですね、うん、誤解されてる部分があるんで多分言っといた方がいいかなと思ったんですけど、はい、僕明治憲法は非常に高く評価してます、はい、うん、まあ、他にもいくつか要素があるんですけど、まずはその伊藤博文よく考えたねっていうふうに僕は思ってます、うん、なんて言うんでしょう、ガラス細工のようにっていう言い方じゃないんですけど、で、だん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 その、なんて言うんでしょう、時代に合わなくなってきた、もしくは時代に合わせて変えなきゃいけなかったんだけど、変えられなかったっていう、これは京都大学の伊藤幸雄っていう、まあ、伊藤博文の研究の第一人者がいるんですけども、伊藤幸雄先生の議論によると、伊藤博文は大日本帝国憲法を改正するべく、日露戦争の後にいろいろ動いてたみたいです。はい、それは実は研究者によってはちょっと批判的な意見もあるんですけど、僕はそれはまあ、まあ、伊藤先生がそう言うんだったら、そう思っていいのかなと若干思ってる部分はあります。はい、ちょっと伊藤幸雄先生っていうのは研究者によっては評価が分かれる方なんで、賛否両論あるんですけども、基本的にはもう実証主義的な、しっかりとした研究されてる人なんで。ちょうどロシアに日露戦争が終わった後っていうのは、まあ、明治も終わりかけで、はい、それこそさっき言ったガラス細工みたいな危ういバランスの上で、なんとか明治天皇の個性とか裁量とかで、うまいこと言ってたのが、このままじゃあうまいこといかんかもしれんぞと。で当時はおそらく大正天皇の、はい、お姿もまあ視野に入ってたでしょうから、はい、もう天皇の個性なんかによらずに、はい、もっときっちり密教や謙虚やっていう、そういう、はい、区別ができないような、ぶっちゃけどなたが天皇におなりになったとしても、はい、なんとかなるようなそういう憲法に変えていこうという、そういう動機だったというふうにことでしょうか、はい、そうですね。であとは、まあ、これは多分先生もお聞きになりたいと思っているし、リスナーの方もお聞きになりたいと思っているんで、うん、まあ、話をすることになると思うんですけど、うん、やっぱり軍部との関係です、うんうん、いわゆる統帥権の独立という話ですね、はい、あれもまた誤解されてるんですけど、はい、統帥権の独立っていう概念は明治時代にはないです、うんっていうか、厳密に言うと日露戦争の後になってちょっとこれこのまま放置しとくとまずいかなというのは、日露戦争で日本が関東州っていう両東半島の一番先っちょですね、旅順大連租借地として得ます、終わりましたね、うん、
で、陸軍の発言力が高まるんですよ、やっぱり。うん、あの日露戦争で、まあ、一応勝利したっていうのもそうですし、そういう、なんていうんでしょう、これから満州に進出する、なんですか、あ、踏み台じゃないですけど、関東州でちょっと共闘法みたいな位置づけがあるんで、で、その陸軍の存在感が高まるって言ったときに、やっぱりその憲法の、いわゆる統帥権の独立という、まあ、軍の指揮権は内閣が関与できないという、まあ、これも慣習なんですけどね、条文にそんなことは書いてないんですよ。うん、あの統帥権は基本的に天皇が持つんで、けど天皇が統帥権を独自で行使することはないんで、陸軍参謀本部と海軍軍令部が行使するっていうことなんですけど、伊藤が憲法改正を日露戦争の後にやろうとした最大の要因はそこらしいです。統帥権、はい、統帥権が、あ、内閣が関与できないっていうのはちょっと問題だなと、もっと内閣の権限を強めておいた方がいいなという、うん、はい、先見の明があったね。そうですね、まあ、伊藤はやっぱり、うん、まあ、この伊藤の評価っていうのも結構難しいんですけど、うん、まあ、やっぱり有能な政治家であったことは事実だと思います、個人的な認識ではね。ってことは、そういう大日本帝国憲法を作ろうということで、はい、伊藤たちが欧州から帰ってきて、はい、それこそあの、夏島にこもって、はい、こもって、はい、うん、で、作ったのが大日本帝国憲法。憲法ですね。で、あのなんか、ハップっていうのの絵が教科書に出てますよね。あ、なんかあの、はい、うん、はい、うん、あれが何年でしたっけ、あの1889年ですね。89年ですね、はい、でその4年前の1885にはもう国会はできてるんでしたっけ。あ、内閣ができてますね。その内閣ができてる、内閣ができてる、そうか、内閣ができたんだね。で国会ができたのはその憲法制定の翌年ですね、1890年。ああ、そうかそうか、はい、ってことは85にまず第一次伊藤内閣ができて、はい、でその4年後に、憲法の発布があって、はい、でその翌年に国会もできたという、はい、こういうことですね。そうですそうですね、うん、であのその伊藤たちが欧州から帰ってきた後その、はい、まあ、宿泊して作った大日本帝国憲法なんですが、はいはい、やっぱりあの、さっき言ったように統帥権のお話、そして、はい、あの天皇の、権限が曖昧だったっていうふうに言っていいんでしょうかね。あの天皇のなんかこう微妙な裁量でなんとかなってたっていうか。そうですね、うん、大日本帝国憲法は、うん、ちょっと難しいんですけど、基本的には内閣の権限が強いです、うん、それはもうシュタインの話で、うん、まあ、もう説明する必要ないと思うんですけど、はいはい、ただ、ですね、政党が内閣を奪取する可能性があるんです、うん、当然あるね、まあ、それはもう当然なんですけど、でその時に備えて内閣の権限を抑制する仕組みっていうのができてるんです、うん、まずだから議員内閣制じゃないんです、うん、さっきの話でね、うん、そうです。あの議員内閣制っていうのは、国民の代表である国会議員が内閣を構成するっていう仕組みなんですけど、まあ、現在の日本で言えば衆議院議員の衆議院の大多数を占めた政党が内閣を構成する、まあ、もちろん連立内閣って可能性もありますから、うんうんうん、まあ、もちろん多数である必要はないんですけど、議員内閣制にしちゃったら政党内閣になっちゃうんです。それは井上壊しからするとありえないんです。なのでまず議員内閣制は書きません。で次に貴族院を作った最大の要因でもあるんですけど、政党内閣ができたときに貴族院が予算を否決する。今度は逆ですね、逆転の論理ですね。衆議あの伊藤博文たち藩閥内閣の時は衆議院が予算に反対しますけど、予算に反対しますけど、板垣たちが内閣を作った場合、衆議院は賛成するんですよ。
けど貴族院で伊藤たちが反対する。でこれによってこの場合伊藤っていうのは伊藤博文、それと伊藤三好、伊藤博文らしいですね、うんうんうん、でこれによって貴族院が政党内閣をコントロールする、うん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 、けどこれはもうしょうがないんですよ。国会に予算審議権を与えるしかないから。だから伊藤たちも自分たちが内閣の時はもう衆議院で苦しむのは分かってんだけど、逆に政党内閣ができた時は自分たちが貴族院でお前らを苦しめてやるよっていう、だからまあ反対にはなんて言うんでしょう、やられたらやり返しじゃないんですけど。でちなみにこれが良かったんです。良かったっていうのは何かっていうと、だん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 政党と反発が接近することになるんです。うん、なんでかっていうと予算通さなきゃいけない状況が生まれるんです、うん、特に日清戦争の後です、うん、ロシアと戦争するかもしれないっていう中でやべえぞっていう、なんか、軍拡の予算通らないとやばくないっていう雰囲気が漂うと、板垣たちもこれは受験生にはよく僕伝えるんですけど、政党内閣のメンバーって国家主義者ですからね、うん、うん、実はねだってもともとだって留守政府のメンバーなんですから、うん、もうだって政府の要職にいたわけですよね。で自分たちが権力闘争するのは国家の中心に自分たちが座りたいからですから、うんうん、もう当然国家主義者なんですよ、うん、あと政官論だしね。そうですそうです、うん、ってところで、だんだん伊藤たちと自由党が接近して、まあ、最後立憲政友会っていう政党ができてくるんですけど、うんうん、だから基本的にまずそういうふうにコントロールができる政党内閣ができたときに抑制する仕組みっていうのがあるんですね。例えばあと枢密院なんかもそうですけど、伊藤三好先生がやったやつですけどね、うんうん、緊急勅令なんかを枢密院が審議しておかしいと思えば拒否してもいいよっていう。うん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 、でその内閣の権限を抑制する仕組みの一つが軍部大臣武官制っていう、内閣権限を抑制するのが軍務大臣現役、武官制、武官制、山形内閣でしたっけ確か。そうです。でまずそれを多分説明するのがいいと思うんですけど、うん、明治政府ってもともと文官と武官の境がいい加減なんですよ、うん、江藤新平って政官論政変で下野する佐賀の有力な政治家がいるんですけど、あれ佐賀の乱って起こすじゃないですか、うん、1874年に、うん、士族の反乱の一つですよね、うんうん、大久保利通が鎮圧してるんですよ。でブロマイドにしたったよね、なんか、かわいそうに。そうですね、有名な話ですね、うん、江藤と大久保はむちゃくちゃ仲が悪かったんで、うんうん、大久保が自分がやっつけるって言って、大久保って文官なのに軍隊率いて言っちゃってるんですよ。で、これは江戸時代の武士っていうのが、政治もやるし、戦争もやるし、まあ、もちろん誤解のないと言いますと、戦争はほとんどなかったわけですけど、うんうん、っていう中で当たり前なんですよ、大久保からすれば。おなんで俺が軍隊率いて何が悪いんだよみたいな。ただこれがだんだんやっぱ問題だっていう風になってくるんですよ。その問題だってなったのは西南戦争で、結構混乱するんですよ、やっぱり作戦が乱れたりして、うんうんうん、でそのやっぱ要因が、まあ、分かりやすく言うとこういうことですね。軍事専門の人間が作戦立てなきゃダメだし、作戦も実行しなきゃダメだろう。でその軍事専門っていうのが武官、つまり軍人ってことになるんですよ、うんうんうん、でだん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 そこを分けないとダメだろうっていう。特にその自由民権運動っていうのが一つ問題で、軍人たちの中に民権運動に関わるやつらがいるんですよ、うんうん、でしかも国会開けとか言ってるやつらがいるんですよ、うん、というのは当時の陸軍ってやっぱ山形有朋の権限が強いんで、山形有朋に反発するやっぱ勢力って、まあ、これやっぱりもう権限強い人がいると必ずそれに反発する勢力っていうのが必ず出てくるっていうのは当然なんですけど、でその反山形派の連中が民権運動に参加してみたいなことやってるんですよ。でもう政府からしたらふざけんなって話なんですよ。軍がなんでお前なんて民権運動に参加してんだよってなるんで、
あの有名な軍人直位ってやつですよね。1882年ですけど。政治に関わっちゃいけないってやつ。そう、政治に関わっちゃいけないよ。で、これを裏を返すんです。ここが大事で、軍人は政治に関わっちゃいけないんだったら、じゃあ何に関わるんだよ。まあ当然、統帥権ってことになるんですよ。で、逆転の論理になるんですよ。内閣は関わっちゃいけないだろうって。内閣は政治だけやっててくれと。軍は軍でやるからと。その代わり、軍も政治には基本的に関わらない。関わるのは山形有朋とか、もうトップの連中だけ。桂太郎とかって。まあそういうふうに、兵制分離っていうんですけど、兵隊と政治を分離するっていう。これが明治憲法の中では徹底されてます。統帥権の独立ってやつやね、まあ言えば。統帥権と独立ってやつにも関わってきますし、うん、もう一つが、軍部大臣武官制なんです。現役じゃなくて。なくて。軍部大臣、陸軍大臣と海軍大臣は、とりあえず軍人じゃないとダメだよねって、うん、それはさっきのなんか内閣に、口出ししちゃいけないっていうののなんか矛盾するような気もちょっとしますね。あ、ですね、うん、陸軍大臣と海軍大臣っていうのは、うん、簡単に言うと陸軍と海軍の、予算ですね。まあ簡単に言うと予算っていうのが軍隊の編成を決めることになるんで、そうだね、軍隊の編成権を扱うことになるんですけど、ただその軍隊の編成、つまりどれくらいの軍隊の数にするかとか、例えば軍艦どれくらい持つかとか、そういうことっていうのは予算と関わる話なんですよ。で、これはやっぱり内閣とやっぱりどうしても調整しなきゃいけないですね。なんでかというと予算作るのは内閣ですから。で、なので陸軍大臣と海軍大臣は内閣の指揮下に入るんです。ただ辞めなきゃいけないね、確か、はい、その軍の席を確か、あ、やめなくていいんです。それをやめなくていいっていうか、現役でなきゃいけないっていうのが現役武官制かなと僕は思ってたんだけど。あ、ですね、うん、ちなみにその軍部大臣現役武官制と軍部大臣武官制の違いは、はい、現役であるかどうかってことなんですけど、そうです、そうです。あの戦前の日本の陸軍大臣で、あの現役じゃない人はいないです。つまり軍部大臣武官制の時代であっても、軍部大臣現役武官制の時代であっても、現役の軍人以外が陸軍大臣に就任したケースはないです。そうだよね、児玉源太郎も桂太郎もみんな現役の陸軍の軍人で大臣になってるね。そ で,、はい、うん、でそれは当たり前で、なんでかって言ったら、当然その陸軍大臣とか海軍大臣が予算取ってくるときに、だって当然それ陸軍と調整しなきゃいけないんですよ。当たり前のことですけど、だってその、うん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 、だからもう全然分かってない引退したジジイが出てきてなんか予算組とかっていうのは、あの、ありえないんで、あの、なんていうんですかね、その、これも正確な説明するとこうなんですよ。軍部大臣武官制で別に。現役であってもなくても。で、この制度であっても、いやいや、予備役が陸軍大臣になるなんてことはもう考えてないんですよ。ところが、山形が気づくんです。あれ？これ軍部大臣武官制だと、あ、もしかすると引退した軍人一応なれるんだみたいな、うん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 、で引退した軍人の中に政党に参加してるやつとか、まあいるんですよ、やっぱり。で、そうすると、あれ、ちょっと待ってよ、これ軍部大臣武官制だと、あ、政党の人間が、おい、陸軍大臣なれるじゃんみたいに気づいて、あ、現役つけとこうみたいな、そういう感じなんですよ。あ、ってことはやっぱそれはそれで内閣を縛る、あとストッパーの制度だったわけ。ね、内閣を縛るというよりも、うん、あの、政党の人間に陸軍に口出されるのが、ああ、なるほど、うん、うん、で、それは、うん、その政党の人間が軍に口を出したら兵制分離が乱れるでしょう。そうだね、統帥分かってないのが、そうそうそう、うんうん、そうだね、そういうことなんですよ、うん、だからその山形有朋が軍部大臣現役武官制っていうシステムを導入したのが1900年なんですけど、うん、あの大隈重信だ丸一内閣の後なんですよ。Y 藩内閣の後で、政党の力がやっぱかなり強まってる時期なんですよ。なんで、なんかその、軍に政党の影響力を及ぼしちゃいけないっていう考え方は、
これなんか一見するとなんかそのこれ日本史だと山形有朋ってすごい悪役みたいなイメージで、うん、でなんか、うん、なんでお前政党の影響力が軍に及んだら困るんだよってなるんですけど、いや軍に政党の影響力を及んだらダメなんですよ。なんでかって言ったら、だって素人なの。そうそう、だからヒトラーがなんか変に作戦の統帥に口突っ込んだから、そうそうそう、あの独ソ戦かって、そうそうそう、おかしくない。現場の将軍はやめろって、そうです。で、あとは、やっぱりその政党が、まあ、今もそうだと思うんですけど、やっぱ党派政治をやるじゃないですか。うんうんうん、やっぱり例えばその、何ですか、あの官僚って、なんだ、自民党系の官僚だよね、とか、やっぱそういう、やっぱりのが、なっちゃうんですよ、うん。軍人の中でも。やっぱりその、あいつ、政友会に近いよね、とか、やっぱそれは良くないんですよ、やっぱり。内閣が変わったら、なんていうんですか、その軍人の役職も変わるみたいなのは絶対に良くないんですよ。それは国防のことを考えたら。で、山形有朋って、今の話で多分、リスナーの方をお分かりいただいたと思うんですけど、うんうん、有能ですよ、彼は。もっと高く評価されるべきだし、うん、もちろんその、彼がね、俗物だったっていうことは否定しませんよ。本当に権力の権化であることは否定しないし、うん、いや、すごいっすよ、彼も。山城屋事件。そうとかね、はい、本当は まあ、失脚してなきゃいけない人間ではあるんですけど、うん、けどその、軍部大臣現役武官制とか、その統帥権の独立っていうのは、うん、明治の時期には、いや、ちゃんとやっぱその軍と政治の境って分けないと、やっぱ専門で分けないとまずいよねっていう。だから、軍務大臣、現役武官制っていう、あの話は、もっと大きな平成分離という、そうです。はい、素人が統帥に口を出してはいけないという、まあ、ある意味当たり前な、文脈で語った方がよくって、はいはい、そうです。だから、山形が、その、なんだっけ、軍の力を使って内閣に影響を及ぼそうとしたとか、はい、あるいは反動的だったとかっていう、そういう山形批判には当たらないっていう、はい、そういうことですね。はい、うん。このシステムを悪用した人間がいるってだけです。その後ね。はい。桂太郎であり、うん、まあ、昭和の陸軍でありって感じなんですけど、まあ、それは多分いずれお話しする機会があると思うので。うん、はい、まず、では、うん、はい、で先生、ここでちょっとまた一旦休憩入れて、ではい、その次に大日本帝国憲法のなんか終末といいましょうか、はい、今、大体1900年頃 の立憲政友会ができた、そうですね、そして、はい、最初の政党内閣と言われた Y 藩内閣が倒れちゃってっていう、そこら辺までの話になりましたね。はい、じゃあ、ちょっと次の第3部で、そちらの話に移っていきましょう。はい、じゃあ、一旦休憩します。